どうも、リオンです、今回もですね、この疲れてる中、まもなくですね、この日、あれなんですよ、日本対ベトナムの試合がまもなくスタートする直前なんですね。にもかかわらずね、諸君たちのために動画を撮ってるわけですよ。感謝してよ、マジで。本当に感謝してね。今回ですね、FC 今治、VS ガミナーレ鳥取と、これまた地味な対決ですね。FC 今治、監督が誰でしたっけ、変わったんでしたっけ、なんか、ユースから上がってきた監督が、ユースではなく、コーチから上がってきた監督が就任したんですよね。工藤監督。これ、あれでしたっけ、留任でしたっけ、調べましょう。FC 今治。FC 今治監督は変わってる、ハットリか。あ、これまたやばい監督来たな、福島ユナイテッドでしたっけ、ボロボロでしたよね。福島だっけ、いわきだっけ、福島か。福島をボロボロにしてしまった監督だよね。いやー、まずいな。まあ、ただそこでね、経験値少しは積んだんで、まあそれはちょっとね、まだあれかなと思うんですけど、インアウトはよくわかんないですね。あ、ビニウス・アラウジョってやつがサガンとついた。誰が誰か分からんよね、 FC 周りレベルになると。で、有望な選手はちょっと分からないよね。ちょっと分からないね。で、3つ前に外国人来てるよね。トーマス・モスキオン、クラブアトレティコ・コロン。あ、これでもあれか、ブラジコロンとかだっけ、なん、え、コロンビアやったっけ。新人ばかりというところですね。服部1年目か。で、対戦相手がガイナーレ鳥取。ガイナーレ鳥取、あれだよな、林健太郎。林健太郎も、まあ、コーチ歴はあるけど新人監督やからね。とはいえ別に服部もそんなに何経験値がある監督じゃないから、難しいなぁ。もう微妙すぎるよな、このカード。出ていったのは、でも結構でも、チーム入れ替わり激しいね。牛野浜が鹿児島からキラワンズでしょ？吉井にしようってのが福島。カリアに行ったやつもあると。出世したのは田村と、マスタニと鈴木もこれ琉球やから、まあ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 。FC 大阪に重松。ぐらいか。結構みんな点々としてるよね。入ってきたのが、若手が多いのかやっぱね。有名なやつ知らんな、誰一人、知らんな、若手ばっかやな。まあそれはしょうがないんですけど、お金ないんでね。まあでもトータルで言うとどうなんでしょう、まあプラスマイナス変わらずかな。林健太郎の手腕も未知数やし、でも一発目ってね、なんか結構勝ったりするときあるんですよね。どうでしょうか。いやー難しいなー。まあ戦力的にはゴブゴブやしね。ただ去年ガイナーレの方がね強かったというか、まあ、今治もいいとこまで行ってたんですけど、っていうことを考えれば、難しいなー。これマジで難しいな。監督一発目ってことで、林かな、林健太郎かな。アウェーのガイナーレ鳥取、そしもしくはドローっていうところじゃない。ビギナーズラックが来るんじゃない。そんな感じはしてるけどな。いきなり負けってなかなかちょっと想像つかへんっていうか、監督一発目ってやっぱ気合入るからね。で、相手は別にそこまでね、監督1年目やから、1年目っていうか就任1年目やから、そこまでのあれはちょっと感じるし、って考えると、アウェーのガイナーレ鳥取勝ち、もしくは引き分けというところじゃないですか。ただね、やっぱり田村ですがいないのがちょっと辛いよね、寂しいよね。田
ムラデスがいると思ってたんでね、ちょっとそこは寂しいかなという感じはしますけども、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、非常にフレッシュな戦いにはなりますけども、まあ、そんな別に差はないんでね、アウェイのガイナーリが勝つんじゃないかなと、もしくは引き分けかなというところじゃないですか。